ちょっと噂で聞いたんですけど、なんか車乗られたことが、その運転したことがないっていうのを聞いたんですけど、免許持ってないみたいな、なんかツイートをこの間されてた。免許なんていらないよ。私、一緒に車でさ、ドライブしようって言ってたの覚えてる。実はですね、僕車の、営業をやってまして、一つお伺いしたかったのが、はい、西崎です。大阪の心斎橋で、企業のブランド戦略提案する会社を経営しています。27で独立して10年間、もともとブラック企業に勤めてたんですが、そんな経営者が、大阪一面白い会社作りを目指して経営をやっています。はい、今日のテーマがですね、免許を持ってない人に車を売れというロープレイをやります。で、今日営業ロープでね、普通にやってもちょっと面白くないんで、4つの設定を用意してロープレをやりました、これ僕の役が変わるんですけども、はい、おじいちゃんっていう設定と、たまたま道端で会ったお兄さんっていう設定と、地元のめちゃくちゃ怖い先輩っていう設定と、超内気な友人っていう設定ね。どれもね、みんな免許持ってないっていう設定なんで、さらに今回はね、このタイマーを使いました。5分間でプレゼンしてっていうね、短時間で相手に対してクロージングまで仕掛けるっていうね、力が求められる。まあぜひ楽しみながら見ていただければなと。はい、このチャンネルでは、このようにビジネスに、即役立つ、情報を配信しています。できるだけ生々しく。はい、もしよろしければね、皆さんのビジネス力必ず上がりますんで、ぜひチャンネル登録と、いいなと思っていただいたら高評価、ダメだなと思っていただいたら遠慮なく低評価をしていただいて結構ですんで、よろしくお願いします。では早速、見てみましょう。おじいちゃんでいただきます。おじいちゃん設定で。わかりました。お願いします。こんにちは。うん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 。タミ君だよね。あ、ありがとうございます。ちょっと噂で聞いたんですけど、なんか車乗られたことが、その運転したことがないっていうのを聞いたんですけど。免許は、返納したよ、免許は。それはなんか息子さんとかにも返納した方がいいんじゃないですか。そう。ちょっとその噂を聞いて僕ちょっとお話しさせていただきたいなと思って。車をなんかちょっと買わないかなと思ったんですけど。なんでなの？免許もないのに。今さっき息子さんが、返納した方がいいっていうのをおっしゃられて、返納したっていうことで、やっぱりその今まで乗られてた車もあると思うんですけども、息子にあげたの？今までわしが乗ってた車は。いい車やったんじゃよ。何をお渡ししたの？ベンツ。例えばなんか週末にバーベキュー行きたいとか、なった時にベンツだったらなかなか山道とか行けないじゃないですか。そこになんかファミリーカーとか、お孫さんもいて、息子さんもいて、一緒に体験行けるっていうのは楽しみじゃないですか。まあそうだね。もう残り少ない余生を。ただね、はい、お金がないんだよね。もう働く体力もないし。なんかそこで言うと、なんかクリアできる部分があるなと思ったんですけど、貯金をこれからしても、やっぱり、もし仮になくなってしまった時に、無駄なお金になってしまうと思うんですよ、僕は。もうじゃあいつ死ぬかわからんと、お前は。いや、もちろん長生きしていただきたいです。でもその生きてる間、やっぱり切り詰めて生活して、なんか面白くないよりかは、息子さん、お孫さんと一緒に思い出作って、この人生楽しかったなって終えれる方が絶対いいと思うんですよ。もちろん一括じゃないです。月に2万円とか、その年数に応じて、ローンは組ませていただきます。終了。黒字くらい。時間管理難しい。切り口良かったよね。本人の言ったらこうより深がって満足度が高まるような別の切り口からも子供さんにね使ってもらうとかっていうのはすごい良かったんで、気になった点だけで言ったら、相手の悪いところをちょっとこうほじくって提案をしようってしてたところがあって、はい、あそこをもっとポジティブに提案されたらよかったなって感じだったね。ベンツなんかあんまり嬉しくないかもしれないですよみたいな感じになっちゃったやんか。でもこっちは言ったら息子のために今まで乗ってきた大切なベンツをさ譲ってるわけやんか。そしたらあんまいい気持ちでいいよね、言われた方が。そんな感じです。はい。はい。お疲れ様。ありがとうございます。怖い先輩で。お、言ったね。じゃあ怖い先輩で。はい、お願いします。あ、お久しぶりなんですけど。いやー、そうですよね。もう久しぶりに、どうしたの？どうしたの？牛で会って、お興奮したんですけど。そうだよ。先輩聞いたんですけど、免許まだ持ってないみたいな。なんかあんのかいな。でも文句じゃないですよ。免許持ってないみたいななんかツイートをこの間されてた。免許なんていらないよ、なんか。なんでまた取らないんですか？めんどくさいじゃん。金かかるだろ？はい、かかります、かかります。安くない？いいことないから。いらない、いらない、いらない。欲しい車とかない？車？欲しい車も別にないな、今は。でも俺はバイクだよ。バイクの免許は取ってあるんですか？バイク持ってるよ。あ、そうなんですか？他人名じゃねえか。なるほど。ご結婚されてます？いや、もう、生涯独身だ、俺は。なるほど。今回の、その、車の話っていうのが、これから、生涯独身で行くってなった時に。いや、結婚するよ、俺もいつかは。あ、結婚されるんですか？いつかはね。いつとかってあるんですか？わかんねえな。先輩、今、彼女さんやります？彼女？あ、いてるよ。
実は僕、うん、あれなんですよ、ネットで見てたんですよ、うん、先輩こうめちゃくちゃ彼女さんいはるの分かってるんですけど、うん、女性から見てバイクでの後ろの終了はい、お疲れでした。お疲れ様です。課題で言ったら、まあ、制限時間もあるけどね、この5分の中でどこまでこう本題まで持っていけるかっていうところ、片足ぐらいは全然突っ込んでないけども、角が変わんかのジャッジまで行ってなかったと思うね、はい、時間さえあれば話の展開自体は全然良かったかな、うん、探り探りどこが刺さるポイントかなって言った時に、彼女いっぱいいますと、その人の食いつきポイントだと思うので、はい、じゃあそこに対してね、やっぱりバイクももちろんいいよけど、雨の日も風の日もどんな時でもどこにでも行ける車の魅力もあるんですよ、ね、女性からの評価も高いから、もっと先輩乗せませんかっていう提案をしたら、なるほど、もしかしたらやったんですね。そうですね、まあ、今回の営業のやり方の流れで言ったらまた気になります。ありがとうございます、はい、はい、めちゃくちゃ勉強になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。超内気な友人で、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、こちらコウヘイ君。シンクに久しぶり。あ、久しぶりだね。今日車の紹介をしたくて、コウヘイ君さ、昔、うん、一緒に車でさドライブしようって言ってた、覚えてる？久しぶりだっけ？うん、言ってたよ。コウヘイ君そういえば免許ってまだ持ってなかったっけ？免許は持ってないな。免許持ってないか。うん、車とかってなんか興味とかってないか？欲しいけど、ね、あ、欲しい。行く友達がいないんだよね。あ、なるほど。よかったらさ、昔も約束してたし、うん、一緒に行かへん。でもお金がないんだよね。あ、お金。シン君、うん、出してくれないかな。あ、車をシンが買って、コイ君にあげて、うん、それで一緒にシンが運転して行くってこと？あと、免許代も。免許代も？シン君との約束叶えたいな、うん。あ、ありがとう。じゃあ、コイ君、こうしよう。当然、お金の分とか、うん、そういった分で懸念されてる部分もあると思うんやけれども、うん、そこを一緒にハードル超えていこう。うん、例えば、うん、一括じゃないんよこれ。例えば10年とか5年とか、うん、そういったローンを組んでいって、免許は、うん、最初はシンが運転して一緒に連れていく。シン君が乗る車を、うん、僕がお金出すってことなの？あ、名義は？名義は公平くん。乗るのは？最初はシン。でもそれシン君が買ってもいいじゃん。公平くん自身がこれをきっかけに新しいことにチャレンジだったりとか楽しみだったりとか趣味とかって見つけて一緒に行きたいなと思って、シンもそこは協力、お金の部分やったら最初する部分もあるから出してくれるの？ちょっとやろう、ガソリン代ぐらいめっちゃ難しいです詐欺師みたいな悪いなんか友達が、そうそうね、売りつけに来たみたいな、はいはい、そこが払拭できたらそう思ってますよね、はい、言ったら今回の一番の多分目的いいから、はい、さ、子供の時に約束した夢叶えようや、はい、ここに対しての提案をしなきゃいけないと思うよ ね、でそこの要素はちょっと薄かったなって、それだったら例えば一緒に車買わへんと、仕事もね、はい、もうやってないやろと、うんうん、で外に出るきっかけとして小さい頃にも一緒に叶えんかと、はいはいはい、そうっすで一つ目標決めようと、はい、お互いに車買おうで、そのためにっていうようなところから行けたりしたら、なんかこうちょっと友情の方を持ってきて、はい、このストーリーを作れたらよかったかもしれないね、はい、ちょっとなんかまあ面白かったけどね、はい、ある意味ね、はい、ありがとうございます、すみません、ありがとうございました、ありがとうございます。道端で今ばったり会った人、はい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 、っていう設定の俺が、あ、なるほど、うん、すみません、お忙しいところ。どうしたんですか？あ、急いでるんですかね、じゃあ。すみません、ちょっとお願いします。実はですね、うん、あの僕、あの車の、はい、あの営業をやってまして、はいはい、一つお伺いしたかったのが、はい、今のお車とかってお持ちですか？うん、免許持ってないんですよ、僕。あ、なるほど、うん。なんか今後車を買う予定とかってあられたりしますか？うん、まあ、将来的にはね、家族とか、どこ連れて行きたいなってあるんで、あ、なるほど。欲しいなってあるんですけどね。あ、なるほど。うん、まあ、まだお子さんはちっちゃい形ですか？子供はまだいないんですよ。あ、いらっしゃらないですね。うん、できたら必要になるかなっていうイメージですね。そうですね。あ、はい、なるほど。何年後かなっていう。あの今すぐ多分必要だとじゃないとは思うんですけど、うん、あの今ちょっとお販売させていただいている車がですね、うん、ちょっとめちゃくちゃ特別な車になってまして、はいはいはい、ちょっと限定車なんです、うん、でなかなかちょっと世の中に出回らないもので、はい、あの今こうやってお会いさせていただいた方にご紹介だけさせていただいてるんですけれども、うん、あの今ちょっとちらっと見えたのがですね、うん、いいおカバンを使いじゃないですか、はいはい、レザーの、はい、もしかしたらこれちょっとイタリア製のカバンじゃないかな、うん、あ、そうです、 あ、 ありがとうございます、はい、やっぱりそういう、なんでしょう、その外国のものとかってお好きですか、はい、あ、まあ、イタリアのものがね、はい、おしゃれなね、あ、なるほど、ね、あ、ありがとうございます、はい、そういう方にちょっと喜んでいただけるような車なんですね、はいはい、イタリア車ですか？そうなんですよ、興味ありますけど、
あ、そのイタリアの車っていうのが正直今しか、うん、あの手に入らないような車だったので、うん、あのもちろんあの買う買わないっていうご判断はお任せするんですけど、うん、はい、ぜひちょっとご紹介だけでもお写真だけを見ていただければ、ぜひぜひ、あ、ちょっとこんな感じの車でして、かっこいいですね。ありがとうございます。いくらですか、金額は。150万円です。意外と買いやすいんですね。そうなんですよ、あのクラシックカーなんで、はい、いつまでに申し込んだら買えるんですか、それは。ですね、今週中です。今週、はい、はい、お金を捻出するかなんですよね。はいはい、はい、そんな高くないとはいえね、はい、50万ってサラリーマンにとってはいいお金なんで、はい、あのそういう方のためにローンがありまして、はいはいはい、なのであの月々の支払いもあのいろんなパターンから選んでいただくことができるので、はい、まあ、ちょっと興味はちょっと湧くんで、はい、一回家族と相談しますわ。 ありがとうございます、はい、興味があったらまた申し込みます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いや、なんか話ちょっと嬉しいんですけど、うん、ちなみにあの置く場所ぐらいですか、はい、ハードルになるのは。置く場所はお金の問題とか、はい、はいはいはい、うん、置く場所はね、はい、あの持ち家なんで、はい、駐車場はね立派なやつがあるんで、ね、ああなるほど、うん、じゃあそこは大丈夫そうです。とりあえず OK 取らなきゃね。ああ、ここで申し込みってのはちょっと難しい、ね、あ、ここで申し込んでくださいってわけじゃないので、うん、あの今週中っていう話だったんで、はい、まあ今、はい、メンバーもずっとやってきたんやけどさ、はいはい、何が一番違うかなって言ったら、はい、営業されてる感じがあったよね、はいはい、嫌な営業じゃなかったけど、はい、すごい家はい、立つのがそれはあんまないけどね、売られるっていう感覚っていうか、よりこうハッピーになるような提案をしてもらってるっていう感覚が結構強いなと思ったんで、はい、なるほど、なんかその寄り添われてるっていう、はい、自分で気になったの？そうですね、はい、即決させる要素、はい、してもらう要素がなかったなと思います。なるほどね。ローンいけるってなった時にそこですぐいくらやったらいけるのかっていうのを聞いて、うん、そこに対しての提案っていうところに持っていかないといけなかったんじゃないかな、そこちょっとミスったと思ってしまったんですよ。時間差だったらもう、はい、言って最後までいいじゃない。いやいやいや、もうダメですそんな感じで、はい、はい、お疲れさまでした。ありがとうございました。お疲れさまでした。お疲れ様です。お疲れした。いかがでしたか。初めて5分間でプレゼンしてっていうルールやったんやけどさ、初めてじゃないかな、誰も最終ゴールまで持っていけなかったっていうのが。え、そうなんですか。そう、途中で全部終わったっていうのは結構珍しいパターンかなって、ただやっぱこう短時間で話をまとめていくっていうね、スキルすごい大事だなって。皆さんね、やった後でそれに対して何が課題かっていうところも含めて見ていただけたと思いますんで、ぜひ明日からの仕事に役立ってみてください。でこのようにビジネスの生々しい現場を平日は毎日ライブか収録で配信しています。20時にね YouTube 開いていただければ何かしらの動画にぶつかりますんで、ぜひビジネスね、これから頑張っていきたいとか成果上げたいっていう方はチャンネル登録、そして高評価低評価どちらでも結構ですんで、必ず今ねどちらか押していただいて終わってもらえるようにお願いします。もしこんな役をね、こう俺にやってほしいというアイデアとかネタがあったら、ぜひコメント欄の方に感想も含めていただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様です。時間かったよね、撮るのに。そうですね、本当に忙しいけんさ俺だけちゃうの、本当時間空いておるのがポイントが重なって、そう撮影の時間も無理なんですよ。はい、いやでもなんか気づいた、はい、うん、なんかやっぱ企画要素入れた方が盛り上がるよね。そうですね、うん、あと時間縛りがすごいいいなって。あ、時間縛りも良かったね。はい、うん、なんか多分またこんな感じでやっていこうと思うんで、はい、はい、あのまたこういったのをやってほしいとか、こういう役もね、さっき言ったようなあれば、はい、どしどしください今日近めですありがとうございます。